そうです。え、マジですか。ツイッターの時なんか梅田行こうかな。はいはい。マジですか。いや、そうなんです。え、コメントくれた人ですか。じゃないですよね。最近ツイッターでフォローしてくれはったから、あの大島っていうんですか。ああ。めっちゃいい写真撮ってる人じゃないですか。違います。はいはいはい。京都の人ですよね。あ、そうです。ああ、本当ですか。今日は難波まで。そうですね。はい。あ、そうなんですか。はい、奇遇ですね。始まりました、都市と写真。冒頭見てもらったように、撮影していたところ偶然フォロワーさんに会って話しかけられました。京都在住のストリートフォトグラファー大島さん、よく大阪に撮りに来られるそうです。せっかくなので2人で一緒に撮りましょうということになりました。今日はその時のフォトウォーク動画をお送りします。その前に、ここのエスカレーターで撮った僕の写真を2枚紹介しておきます。いつものように暗め、こうすることでエスカレーターのラインと傘が強調されてミニマルな写真になります。さて、ここからは大島さんと一緒に撮っていきます。普通ならここで2人のショットを入れてこんな感じで撮ってますっていうのを見せるんでしょうけど、何分こういうシチュエーションに慣れていなくて説明的な動画が撮れていません。とりあえず僕のアクションカメラに映っているものをいつものように解説していきます。ここは JR 難波駅の近くのオーキャットという商業施設です。このオーキャットは土日でも人が少なく、そして無機質な構造物があって、今見えているように階段もあって高低差があって、自分のスタイルに合った場所です。階段を降りていく人を早速上から撮っています。次に着目したのはこのカーブした手すり。ここに雨粒がたくさんついているので、それを前景に入れながら後ろの建物も入れて撮ってみます。はい、こんな感じ。次は向こうを歩く人たちとそのリフレクションが気になりました。ちょっと距離がありますが構わず撮ってみます。撮った後で思いっきりトリミング、そして180度回転させるとこうなります。雨の日のリフレクションショットは王道中の王道ですが、上下対称の円を見せるのではなく鏡像のみに絞った方が面白いかなと思い、こんな感じにしてみました。もう一回別の角度でリフレクションを狙っています。なかなかいい感じ。こういうのはカラーの方がいいです。カラーで分かりやすく説明したものを鏡像で曖昧にするのがバランス的にちょうどいいですね。隅で座り込んでる大島さんを発見しました。撮りました。でこっちがメインなんですか。はいはい、ですね、なるほど、一緒ですね。でも大体ごついのとコンパクトの同じ感じですね、組み合わせは。電車乗ってる時はもう GR 振りかけといて、はいはいはい、構内とかで。まあそれがいいですよね、やっぱり GR はやっぱり最強ですよ、そういう意味で。大島さんはメイン機にニコン Z9 を使用されています。そしてサブ機が GR3。 ごついカメラとコンパクトの2台持ちという点は僕と全く同じですね。ストリートで撮る人はこういう組み合わせでやっている人が多そうです。さて、ちょっとだけ会話を交わしたらまた各々自分の世界に戻ります。フォトウォークあるあるです。結局フォトグラファー撮るときは一人です。構造を探すときも一人、シャッターを切るその瞬間も一人なんです。で、たまに近づいて数秒会話を交わすくらい、これがリアルなフォトウォークです。
写真に戻りましょう。ここは手すりと柱を利用して構図を作っているところ。柱と柱の間に人を配置して撮りました。最後は場所を変えて中之島に移動。お気に入りのビルの前で超広角レンズに持ち替えて撮っておきました。ここでもしゃがんで撮影してる人いますね。なんかいい感じのとこありました。この構図がいいかなと。はいはいはい、人入ります。ここ今ちょっと通った後に見つけて、はい、ここ通ったらいいかなと。こっちですね。はは、そうそう、こっちかと思った。こういうここに、はい、ここはとあれですね、やっぱ白い人やないと。そうですね、こっちもこっちも入るといいですね。そうです無理やけど、相当無理やけど、こっちとこっち両方入れ、ま、ここ後日大島さんにこの日の写真をいくつか送ってもらいました。それも紹介しておきます。やはり大島さんも柱を入れたショットを撮られていました。めっちゃいいですね。柱に当たる光をうまく捉えていて、そこは僕の写真より良いかもしれません。あとこの傘の部分のグラデーションも綺麗です。こっちはちょっと背景がごちゃっとしてしまったので、先の2枚には及ばないかなという印象です。いやでも大島さんすごいです。モノクロを始められたのは最近とおっしゃってましたが、それでこのレベルとはびっくりです。僕の写真は柱の密集感を強調した写真。こうして同じ場所で撮り比べるとそれぞれ個性が出て面白いですね。最後にちょっとおまけ動画をご覧ください。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今撮ってるんですか？なかなか動画で見るより優しい感じでした。あ、そうですか。動画そんなに壊すんだ。いや、なんかあんまり笑顔が大事です。はいはい、動画内だと。あれ、まあ、結構難しいですよね。そうですよね。やってみて自分で思ったんですよ。やっぱり一人で撮ってるじゃないですか。はい、人と喋ってると普通に笑えるんですけど、一人で撮ってると本当になんか笑顔難しいです、ね、なんか逆におかしくなっちゃって、なんか一人で笑ってるっておかしいですよ。あれやっぱ他のなんか YouTube さんうまくやってるなと思って、なかなか自然に笑えないんですよね。今日お会いして結構笑顔が多いな。あ、そうですか。結構印象偶然フォトグラファーさんと会って一緒に撮影、最後にいろいろおしゃべりしてと楽しい時間を過ごしました。いかがだったでしょうか。たまにはこういう緩い会があってもいいかなと思います。やっぱり写真は楽しいというのが大事ですからね。今回出演いただいた大島さんには改めてお礼申し上げます。概要欄に大島さんのインスタのリンクを貼っておきますので、ぜひ他の写真も見に行ってみてください。それではまた。